7月31日、大学生交流プログラムの一環として、ハワイの生徒23名らが県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。大学生代表のタリン・ナゴさんは、国際的な交流の場を設けていただき、大変感謝している。今回のような交流活動を通して、日本とハワイの架け橋をより強固なものにしていきたいと述べました。これに対し中村知事は、愛媛とハワイの姉妹提携は昨年10周年を迎えた。今後、友好関係をつなげていくためにも、若い世代の交流は非常に重要と感想を述べました。